新たなイノベーションの担い手となる起業家を支援したいとの思いから本事業を始めることになりました。世界を変える若い企業は我が国からも生まれてほしい。そのためにも起爆剤となるような若者を支援する必要があります。これまでにキャンパスベンチャーグランプリの提案をもとに60社近くもの新しい企業が誕生しています。グローバル市場で活躍しているどの企業もその多くは小さな成功から始まり世間に認知されやがて大きく成長しました。キャンパスベンチャーグランプリはそんな小さな成功のきっかけを見つける場です。大阪大会のみで11名の起業家10社のベンチャー企業を輩出しました。学生さんの夢の実現をお手伝いすることに徹しており、後押しすることに社会的意義があると捉えています。自分のやりたいことが決まった時にそれを多くの人に聞いてもらって、でもっといいものが作れるんじゃないかなって思ってるんで応募しました。大学生活の中で何かを成し遂げたいと思いこの CVG 大阪に参加させていただきました。先輩も起業されていてそれの背中を見てとてもかっこいいなと思ったのでそれについて起業したいと考えています。まずはサービスをユーザーの好奇心を第一優先に提供していって、これまでの留学業界を IT で変える新しい留学の形を提供していきます。尿路結石をこの世からなくしまして、そのような病気があったねって言われるような時代を作りたいと思います。私たちがやってることは笑顔な社会が作れたらいいなという思いでできた事業なので、皆さん全体が笑顔にできるような企業にしていきたいと思っています。その世界を変えるためにじゃあ何ができるのかって考えた結果、逆算していったらその起業するしかなかったかなって。知のある人材に自分がまずなり、消費者の皆様に価値のあるサービスやものを提供したいと思っております。いくつか提示させていただいた社会課題の中で一つでも二つでも、解決につながればいいなと。プランを完成させたという達成感は味わったことのないものだと思います。自分を信じて自分のサービスでも作ってほしいです。しっかり全力で取り組むことによってとてもいい経験になると思うので、誰でもできるので頑張ってほしいです。思い立ったら、ぜひいろいろチャレンジしてみてください。世界を変えるイノベーティブな事業プランを提案する学生さんがキャンパスベンチャーグランプリにトライしてくれることを絶望しています。